もしもし、お疲れ様です。あー、もしもし、ヨゴン君？さっき事務所にね、小学生が来て、ゴーストの仕業だって、うるさいんだよ。小学生？どうせ友達かなんかのいたずらだろ。全部ゴーストのせいにしたいお年頃だね。その子は何が起きたと話しているのかしら。あのね、とりあえずね、今君たちに行ってもらってるところ、そこにおるらしいから、小学生、あとは頼んだよ。はあ、なかなか無責任だな。もしもゴーストの仕業じゃなかったら、ただの子供のおもりじゃねえかよ。業務内容外だね。その分報酬が上乗せすればいいけど。ボンボンバスターズの皆さんですか？今日は来てくれてありがとうございます。で、小学生くん、学校で何があったのかな？いたずらだったら容赦しないからな。それは生き取りだね。何とも？それがクラス全員分の給食が毎日なくなるんだよね。給食がなくなる？でも誰も食べてないって言うんだよね。誰かが嘘ついてるのか。そもそも小学生、そのお腹とがたい、お前も怪しいからな。まあ信じてもらえないですよね。今日も給食が出ます。実際になくなるところを見て誰が犯人なのか見つけ出してください。お金はできる限り払います。小学生くん、給食が大好きなんだね。お金どうせ期待するほどの額じゃねえよ。この前のいじめもゴーストのせいでした。気をつけなければ。よし、じゃあ調理室行ってみるか。いいや、行こう。ここか。いい匂いですね。お腹すいたな。あ、あれ、今日の給食ですね。あー、美味しそう。食べようぜ。ダメよ、ゴーストおびき寄せるものなんだから。オカモンとはまだゴーストの仕業だと思ってんのか。では、ここからは危ない。君は違う教室にいてくれ。よし、みんな行くぞ。遅くないか。そろそろ最後の給食が出てきます。それが置かれた瞬間からだ。見逃してはいけないぞ。来た。もしかしてもういないんじゃないか。あっ、ない、給食がない。そんな嘘だろ。見逃した。この速さ、どこだゴースト、どこにいる。そこか。早いですね。くそ、どうすれば。俺が何をしたって言うんだ。俺はただお腹が空いてご飯を食べただけじゃないか。攻撃はやめろ。そのご飯はここの学校の生徒のものだ。君が毎日勝手にご飯を食べているせいでここの学校の生徒はお腹を空かせて困っているんだぞ。そんなの知ったことない。俺はお腹が空いてるんだ。食べたいんだ。なんだ。ああ、叫んだらお腹空いちゃったよ。もうどうしてくれんだよ。どうって。攻撃はしてこないゴーストの夜ですね。逃げ足は早いし、どうするのこれ。みんな、僕に任せて。ドミ。おい、そこのスプーン、お腹が空いただけなんだろ。ああ、なんだお前。僕がとっておきの料理を振る舞ってあげるよ。
ごい見た目だ。死んだか。なるほど、料理に毒を混ぜたのか。どうみ賢いわね。うまい。え、なんだこれ、うまいぞ。これはもっと出せよ。いやー、うわ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 ー、ほらー、これうまそー。お前なかなかやるな。今日からお前の料理毎日食べてやろうじゃないか。そうか、じゃあこの中に入れ。喜んで。自分から入っていったぞ。ヨゴン、図鑑。あ、お、お、おい。ドミーすごいです。そう、困っただな。これで一件落着。富山だった。戦わないで済むだなんて素晴らしいです。今度みんなにもごちそうするぞ。ありがとうございました。皆さんのおかげで明日の学校が楽しみです。よかった。おそらくこれで明日から給食が食べられるだろ。ゴーストはいないからもう安心して食べろ。トーミーの大活躍でしたね。また何かあったらすぐにでもボンボンバスターズに頼ってくれ。はい、またな。ありがとうございました。あ、そういえばお金は。ああ。